やばい、どんどんいってるよ。やばいやばいやばい、抜かされる。すごい、いい曲。41体、41、42、40。ワンファンさんすごいね。さあ残り1分となりました。そろそろ1回ずつかな。さあ同郷さん行きましょう。バレリだ、頑張って。ありがとう。さあ、あ、綺麗、うまいよ。あ、すごい、いい。お、掴んだじゃないか。これ同郷掴んだよ。掴んだ掴んだ、いいいいよ。あ、綺麗、全然落ちてない。綺麗綺麗。あ、綺麗。いいよ同郷。さあ20代いった。落ち着いて落ち着いて。すごいよね。あ、やばい、心の乱れがどんどん出てきた。あ、いけるいける、粘ってるよ。頑張れ頑張れ。おー、いってる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 。あ、すごい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 。わー、すごい。43だ。惜しい、すごい。うえぇー、惜しい。さあ、これがラストです。ラスト、これみんな言ってない、言ってない。これやばい、これ誰だ。今、パーフェクト、パーフェクト。いや、今、でも私最高っしょ、今だ。今最高は、そうですね。余裕、余裕ができちゃった、ね、余裕ができてる。さあ、オスカーさんが144段。あ、じゃあ、44段か。144段でしょ。やばもう、宇宙まで行ってるよ。さあ、すごい。でも、わあ、でもすごい。淡々と。でも本当にすごい。職人ですね、もう。でも本当にこれ、だん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 暗くなってきて、思った、ね、宇宙行ってほしい。あれ、待って、これ超えるか。ということで、はい、時間タイムアップですが、さあ結果が出ました。お、うん、結果はですね、小林さんが48段出したので、ランファンさんチームの勝利、2連勝でございます。2連勝。さあ最低記録を出したのは同郷さんの12段。さあもう同郷さんが不機嫌不機嫌切れちゃう。さあでは罰ゲームの方いきましょう。真っ黒くるすき出ておいで。出ないか。はい、では感想を聞く前にですね、最低点を出しました、はい、同郷さんに罰ゲームをやってもらいましょう、はい、罰ゲームは変顔しゃべ3連発でーす。やったー、出ました、3連発、アイドルで言ったら変顔ですからね。まあ確かに、ね、キャリーパンパンもね、いやー変顔でしょ、変顔でしょ、キャリーパンパンもね、キャリーパンパンも変顔でね、キャリーさんもいい、キャリーさんもやってますからね、ぜひ撮ってもらいたいと思います、はい、アイドルのね、殻を破るくらいまで気合い、そうですね、パッと3連発、パッと3連発、頑張る。じゃあ、のぶきょうさん、はい、iPad でまた、はい、さっきのキス顔みたい、残したいと思います。したいと思います。一生残しますからね、これは。一生残します。これを遺影にしますからね。やめてくださいよ。さあ3連発、これ僕が OK 出た3連発だけなんで、おー、じゃあ行きましょう。かわいいなとかなしな感じ、もうなしです、本当に、まあ、変顔で、はい、じゃあ一発目どうしよう。あはは、かわいいな、かわいい変顔。さあこれはどうでしょう。まだいけます。あ、まだいける。厳しい、まだいける、厳しい。もうちょいか、ガチな、ガチな、じゃあガチな感じ、ガチな感じでいこう。ガチなやついきますか。はい、いきましょう、せーの。出ました、出ました。さあ一発目はオッケー、オッケー、出ました、かわいい、かわいい。さあ二発目いきましょう。何キャラなんすかね、これは。さあ出ました、どうでしょう。全然ダメ。あ、かわいいもん、かわいい、かわいい、ダメだよ、ダメ、もっと本気出しの、かわいいな、分かったから、レッスンでやってるみたいな、レッスンでやってるみたいな。さあよし、準備運動しました、同郷が本気出すぞ。さあ行きましょう、もうもうもう。さあ2発目いきましょう。はい、ポーズで顔出す。 OK! OK 出ました、いいですね。じゃあ最後、ラスト、ラスト、もうもうもう最後楽しみ、全力でマックス、そうやって、のそうやってすると滑るから、ちょっともうイライラしてきちゃうから、やめて、怖い怖い、ちょっと同郷さん、更年期障害すぐイライラして、すごいイライラして、ラストよ、ラスト、思いっきりいこう、思いっきり、よし、
よし、行こう。行きますよ。ラスト。じゃあ、せーので行くよ。せーの。取れました。オッケー、オッケー、素晴らしい。いいえ、取れました。いいえ、取れました。ありがとうございます。アイムクールビューティーの同居さんがこんなね顔してくれるとは嬉しいです。真逆でした。さあ、まあアプリは皆さんどうでした？やってみて楽しかった。なんかね、天気も変わってくるし ねそうそう、進んでいくのが違うね。雨になってね、ちょっとやっぱでもうますぎるね。うまい、うまい。ヤンガンさんの2人がちょっとうますぎるんだもん。うチーム分けミスったか。ミスった、ミスった。いや、菊池さんもね、目覚めてからはね。目覚めてから同居だけがもう変顔でも、ね、変顔が素晴らしかったですからね。もう目覚めたでしょう。ございました。はい、以上、2つ目のゲーム、ザ・タワーでした。イエーイ。